ラミーヌ・ディアッダは、セネガルビニオナ出身の元サッカー選手。2004年、母国セネガルの ASC ジャンヌ・ダルクに在籍していた、ディアッダは、カフチャンピオンズリーグ準決勝で2ゴールを挙げる、活躍を見せ、シーズン終了後に、セネガルを離れ、トルコへ渡った。2005年、ボスニア・ヘルツェゴビナの HK ズリニスキモスタルへ、 入団するが、周囲とのコミュニケーションの問題もあり2シーズンで退団する。2007年、ポルトガルの SC ベイラマルと契約するが、出場機会は限られた上に、クラブは2部へ降格した。2007年7月4日、セルビアのパルチザンベオグラードへ3年契約で移籍。2週間後の7月19日に行われた UEFA カップ予選1回戦でデビューし、フルス。 ズリミスキを相手にハットトリックの活躍を見せた。2008年のセルビアカップでは、準決勝のレッドスターベオグラード戦で2得点、決勝の FK ゼムン戦で、ハットトリックを達成し、優勝に大きく貢献した。2007から08シーズンのリーグ戦では31試合の出場で12得点を記録し、クラブはリーグ戦とカップ戦の2巻を手に入れた。2008から09シーズン、 ディアンラの初ゴールは UEFA チャンピオンズリーグ予選2回戦、アゼルバイジャンのインテルバクル戦だった。クラブは予選3回戦でトルコのフェネルバフチェに敗れるが UEFA カップでは予選を勝ち上がりグループステージへ進出した。グループリーグでは全敗に終わったもののディアンラはイタリアの UC サンプドリア戦で1ゴールを記録した。2009年3月7日、 FK やボルイバニツァ戦にて、セルビアリーグでの通算50試合出場を達成し、自身の決勝点で花を添えた。このシーズン、ディアンラは19得点を記録し、セルビアリーグ得点王に輝いた。2009年10月4日、セネガル代表に初招集され、韓国代表との親善試合に出場した。2010年6月24日、アラブ首長国連邦のあるシャバーブ。 あるアラビークラブへ1年間の期限付きで移籍が決まった。2012年、アンタルヤスポルに移籍した。2016年2月1日、ギョズテペース系にレンタル移籍した。2017年、エラズスポルに移籍した。ありがとうございます。